仰天ゆりなです。やっほー。握手会2日間ありがとうございました。パシフィコ横浜は今回はもう最後ということで、次はね、千葉なんで、幕張なので、そうなんです。だからそうなんです、最後だったんですけど、2日間で来てくださった皆さん本当にありがとうございました。最後の時間、ゆりなもないな。今日はなんとお寿司が回っていて、私生魚食べれないんですけど、生じゃないものを食べました。そう、生じゃない、アナゴとかめっちゃ美味しかった。アナゴ1匹とかでマジでかくて、こんなで、めっちゃふわっふわでめちゃくちゃ美味しかったですし、そう、クレープは残念ながら食べれなかったんですよ。なんか食べたかったんですけど、クレープは盛り切りで、アイスだけだったらって言って、でもアイスもね、いろんな、もうだいぶ種類がなくて、そうある中で食べたんですけど、むちゃんこ美味しかったです。結構並んでたっぽいですね。なんかファンの人が行こうと思ったんだけどさみたいな、いけなかったんだよねみたいなのを結構言ってて、すごい並んだみたいな、並ぶみたいな、なんか諦めた人も何人かいたようで、ね、そうですよね。まあみんな結構諦めるよね。わかるわかる、それはそう。前髪切った？いや、ごめん、切ってないな。ごめんなさい、ちょっと前髪は切ってないですね。そうですね、この2日間やっぱりマレーシアに行っちゃうんだね、寂しいというコメントと、 DVD 買いました、見ました、届きましたが、やっぱり会話の内容のメインでしたね。そうですね、その話がもう9割今日でしたね。 99% ぐらいその話で、あとの 0.1% ぐらいの方が違う話でしたね。記念すぎて話したいこと聞き飛びましたって、嬉しい、ありがとうございます。
でもまあ結構11月はそうですね、割と何でしょう そうですね、何をしたくない、まあでも1月は割と、1月じゃない、5月は割とそうですね、イベントとかね、なかなかのハードスケジュール極みって感じなんですけど、そうですね、ハードスケジュール極みで大変だと思うんですけど、イベントにイベントを重ねちゃってる感じなんで、ちょっと大変だと思うんですけど、イベント壮行会の方だったりとかね、あの方とかもね、ぜひまだまだね、お席の方に余裕があるということだったので、ぜひぜひぜひ皆さん来ていただけたら嬉しいなと思いますし、3日とかはね、なんか結構DVD の渡し会来た後に波動も行きますっていう人も結構いらっしゃったりとかして、マジ一日一緒だねっていう話をね結構したんですけど、それぐらいね結構だったりとか、あとオンラインお話し会、12日の壮行会のとこはオンラインお話し会があるので、もうシンプルに声が、私今日まあこうやって話してましたけど、5月って12日じゃないですか、2日目じゃないですか、1日目だったらまだ声って持つんですけど、2日目でまあもう今結構枯れちゃってるんですよ、声がね、ちょっとガサガサしちゃってて、でオンラインがほぼ完売、ありがたいことにしてくださってての二回しなんで、正直マジで声が結構やばいかなって思ってて、でその付近に仕事とかも結構あるから、ちょっと喉が心配っていう、なんかせっかく、なんだろう、オンラインお話し会じゃなくて、せっかくね壮行会最後だから、やっぱりねなんかいい感じで終わりたいなって思っているので、声がやっぱり次の日とかでね、持ち越しでしんどくなるのが一番きついじゃないですか。そうだから、それだけがちょっとすごく心配と言いますか、大丈夫かな自分の喉っていう感じではまああるんですけど、だいぶね、だいぶちょっとかすれてるんですよね、声が。まあもうこれはね、先行で言うとしたらね、僕体をね、僕は覚えますので、皆さん。はい。で、ちょっと生誕祭もいつになるか分かんないんですけど、生誕祭をやってくださいっていうお願いをしたので、で僕体を覚えます、そのために頑張ります、僕は僕体を覚えますので、はい、すっごいファンの人、早く僕体覚えてくんないかなみたいなこと言ってて、まあ、メンバーもね、早く僕体覚えてよってすごい言われてたんで、はい、ついに覚えます、5月の、中旬から下にはなるんですけど、僕体を、頑張って覚えます、一生何か覚えてんな、マジで。本当に。ずっとここ数ヶ月、なんか、前、なんか、何かをずっと覚えてるなぁ。休みとは、とは、なってますけど。はい。なので、まあ、もう、なんでしょう。忙しすぎ、嬉しいぐらいに忙しすぎて、あんま休まる暇はないって言われたら、まあまあわらわらって感じですし、そうですね、いい意味でこっちの仕事が忙しいので、あっちの方の、マレーシアの方に関しては、あっち行ってなんとかするわユリナ とりあえず、あっち行ってなんとか鳴沢精神で頑張りたいと思います。もう、I don't speak English って言っときますね。
I don't speak English. Excuse me. Sorry. Thank you. May I help you? Can I なんちゃらかんちゃらと、じゅーとかって言っときますわ、とりあえず。I don't speak English well, but I…なんて言うんだろう。I…なんて言うんだろう。I…頑張るって英語ってなんて言うの？ルは分からん。頑張れだとファイトとか。ファイトやんな。でも頑張るってなるんだろうね。なんなんのだろう。なんだろう。Hi, I'm from Malaysia. サラマパギーかサラマドゥンガンハーリーか分かんないけど、頑張る、Do my best。 あ、ベストを尽くしますってこと？じゃあ分かった、こう言えばいい。私は英語喋れないけど、だけど頑張って話しますみたいなのどうしたらいいんだ。I will do my best. I'll try my best. まあベストを尽くすよみたいな、とりあえず一生懸命頑張ります的なことか。あ、じゃあ I don't speak English, but I'll be my best. I'll do my best って言えばいいんか。って言えばいいよね。私は英語喋れないけど最善尽くしますってことを言えばいいよね。そうします。 I don't speak English but I'll be my best って be、ね、I'll do my best。 なんか歌詞にあったよ、なんかの be my、 うん、それなって言って喋ります。あとはもう Help me! って言って、なんだっけな、これは英語でなんて言うんですかっていう文がちゃんとあるんですけど忘れましたけど、あの、なんでしょうね、なんだっけな、なんて言うんだろうね、もうなんだっけ、なんかね、あるんだよ。私、これなんて言ったらいいのみたいな。それすらもわからんからね。これはイングリッシュせいって言ったら英語言えって言ってしまうからな。あかーん。あ、喉死んだわ、今ので。I don't have to say in English だ。I don't have to say English。I don't have to say English。じゃあ I don't have to say in English だ。もう少しゆっくり話していただけますか。Could you speak more slowly, please? だって。とりあえずこれさえ覚えとこう。あ、でももう一度お聞きしていいですか。 I beg your pardon なんだって。 Pardon だけど、まあ、通じるっちゃ通じるけど、ちゃんと言ったらそうなるらしい。 I don't have to say in English。 もう忘れた。 I beg your pardon。
Could you speak more slowly, please? だってもう少しゆっくりゆっくりゆっくり言ってくれって。むずくね。手伝ってもらえませんか？ Would you mind giving me a hand? だって。むずいね。 Please help me じゃダメなんだ。手助けお願いしていいですかが Can I ask you to help me? だって。英語もマレー語も勉強しないといけないんですよね。なんでかって言いますとですね、共通言語が英語なんですよ。だから、マレーシアに行った時もじゃあ何時から、何時から移動して、どこそこに行きますとかそういう説明は全部英語なんですよ。英語です。英語でされてみんなでもメンバーはそれを理解してたんですよ。だからオーディションの時の説明も全部英語なんです。で英語で言ってで私が言ってることで皆さん理解できますかって言って、でもそこの目来てた子たちはみんな理解できますって言ってたらしいの。なので多分何かを伝えるときは全基本英語なんですよ。で多分例えばマレーシアのうちうちのお仕事ってなった場合、ファンの方だったりとかってなった場合がマレー語なんですよ。だから2つ覚えないと多分どっちかだけでもまあいけるけど、まあ共通言語英語だからいけるけど、だけどまあマレー語覚えないとマレーシアのファンの人は多分好きにはなってくれないだろうし、まあもしなんかお仕事ってなった時やっぱりマレー語喋ってる方がっていう問題があってですね、とりあえずどっちも覚えないといけないんです。ただやっぱりお仕事に関しては最初は通訳さんついてくださると思うんですけど、じゃあ例えば自分たちだけで買い物に行ったってなった時に何も喋れないとまあ何にも伝わんないからね。結局はお仕事以外が伝わらないっていう話なんですよね。だからどこも行けないし何もできないし読めないと何も買えないしってなるので本当に難しい。で全部独学じゃないといけないのでちょっとそこがすごく難しいなと思うんですけど、どうにかしようって思ってます。っていうか5月もうこのね4月までは本当に忙しくていろんなことを覚えないといけない日々に追われてたから、5月から英語を勉強しようって思ってたんですけど、ちょっと本腰入れてまさかのね僕体覚えないといけないんで、私ね僕体みんな簡単だよってすごい言ってくれるんですけど、私一回僕体覚えてたんですよ実は。一生懸命ねめっちゃ波動旅行のホテルで僕体の練習してたもんね、ゆりな。うん、そう僕体の練習してたんですよ。だけど、まあ、舞台があってコンサートがあって結局もう自分のキャパオーバーになっちゃって僕体覚えるのやめちゃったんですよ。でそれでもう一回覚えるのやめちゃったらもう全部忘れちゃって、そう全部忘れちゃってもう一回覚え直さないといけなくて、でも結構ね簡単ってみんな言ってくれたんですけど、私結構苦戦しちゃって僕体なかなか覚えられなくて、そうなので結構時間がね自分の中でね結構かかっちゃう一からみたいなとこが結構あるから、そうだからちょっとやばいなーって感じやばいなーっていう感じで
とりあえずもう一回覚え直します。でも完璧に別にあの時も覚えてたわけじゃないから、そう4割ぐらい起こしてたんですよ。結構まだね、起こし手つけてない曲も実際あったの。あの時はまだ振り起こしを全くしない曲もあって、そう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 、だからもうなんか全然行くギリギリまで忙しすぎて笑えちゃう。なんか合間見つけていい感じにやっていけたらいいなって。でなんかなんていうのね、そのちょっとね、あの東京も満喫しつつね、やっぱりこの東京にいるうちにさ、やっぱりいろいろとさやっとかないといけないじゃん。美容室行ったりとかさ、なんかね人と会ったりとかもさやっぱりあるからさ、もうね日本にいつ帰ってくれるか分かんないしさ、どれぐらいの頻度で帰ってくれるかも、多分最初の1年だとほとんどもう帰ってこれないに等しいから、多分帰ってこれないんじゃないかなって思ってるんだけどね自分は。だからやっぱりね、会えるうちに会える人たちと会っとかないと、メンバーとかねそうなので、なんかでもねみんな仕事してるからすごい予定合わなくてちょっとあれなんですけど、なんか会える人たちとはっていうのもあるからさ、なかなかね時間がねもうカツカツというかパツパツというか、そう頑張っていこうって思っています。まあ私が英語をめっちゃペラペラになってる未来をみんな想像しといてください。じゃあそんな感じで、そろそろあれ、あの時間って経ちましたっけ経った15分。なんか何の話してるのか分かんなくなっちゃったけど、でもとりあえずなんかショールームとかでもね、この時間にちょっと英語のあれさっきみたいにやったりとか、マジありがとう、やろうかな。ちょっと今お腹空いたからご飯食べるわ。この後寿司は食べたけどね、寿司もアイスも食べたけどお腹空いたんで、はい。じゃあちょっとそのわけで、ちょっともう声もねだいぶこうガサガサになっちゃってて申し訳ないんで、ちょっともう休めるためにもこの辺ですいませんね、本当に終了させていただこうと思います。じゃあランキングを読みたいと思います。13位食べ過ぎの美杉さん、12位まさとさん、11位しんのさん、10位ナッティさん、9位シガーさん。2日間楽しかったよ、バイバイ、またね、だって気をつけて帰ってね。8位カズさん、7位近いしーさん、6位クヤンさん、楽しい時間ありがとう、ありがとう。5位マーニャンさん、4位ニキヨさん、2日間ありがとう、ロッテ恋愛止まっ、もう止まってる、それな、よかった、マジでよかったです。3位地道なしやさん、昨日今日握手会ありがとう、お疲れ様だった、こちらこそありがとう。2位春太郎さん、握手会ありがとう、君は僕の太陽だ、やけどするけど、だってああだろ、燃えてるんだぜベイベイ。そして今日の第一はザックさんです、2日間ありがとう、たくさん話せて楽しすぎました、こちらこそめちゃくちゃ話せてすごい楽しかったです、ありがとう。はい、というわけで今日も胸見てくださった皆さん、そして握手会に2日間来てくださった皆さん、本当にありがとうございました。また明日のね、ショールームで、お会いしましょうということで、皆さんまた明日お会いしましょう。今日は本当にありがとうございました、とっても楽しい2日間になりました。ラストの幕張じゃなくて、間違えた、パシフィコでした。次は幕張で握手会ですね。バイバーイ。